ほんじゃ、ダサカブト一族。嘘、何お前、なんかこう、私も戦いますとかさ、そんなんかと思ったら、うわぁ、お前もかい、なんだよ、おい、ちょ、だらしねえ、男がだらしねえ世界だな、トランクスよ、おい。どう見てもトランクス、ちょ、見とけ、この男の強さ。ね、やっぱ、女性だけにね、頼ってちゃいけねえ、やっぱり。ね、フィジカルで男を示せ、お前ら。なあ、どうしたの、君。はい、じゃあ、君から行きますか。はい、ダサカブト。チャラいくせに、カブトダサいな、なんか。流行らないかな、それ、絶対に。絶対流行らせないからな、俺が、そんなの、はい。光を追ってきてみたら、こんなところに、こんな、ところ、こんな推しがあるなんて。なんなんだよ、もう。なに、もう、担がないからな、俺もう。なあ。お前、ほんとにさ。す、もう、5歩ぐらいで、1、2、3、4、5だよ、お前。5歩でいけるところだぞ、お前。はい、君は。ああ、僕は剣。君、剣っていうの普通だね、結構ね。ああ、でも君はなんか素直そうだね。ウルス様、あ、なんだっけ、ウルスなんか、や、あれだよね。死んじゃった人だよね、確か。はい。あんな場所で死ぬくらいならここでガハ。いや、もうなんの、いや、もう担がせ、俺2匹担ごうぜ、2匹。こうやって、両肩にこうやって担いでさ、ヤングマスターみたいに、ジャッキーチェンのヤングマスターみたいに、こうやって帰ろうぜ、最後みたいに。もう簡単にどうすればいいの、君を。ここに簡単にやればいいの、はい、寝かしてあげます。お前、こっちに寝ろよ、お前。な、ずれてるぞ、お前。大丈夫か、お前。これ、なあ、これ大丈夫か、俺間違えてないか、これ。なあ。なんか疲れ切った時の俺みたいになってるぞ。一日中活動した後の俺こんな感じで寝てるからね、ベッドで。ちょっと待ってね。もう一匹連れてくるわ、はい。やめてよ、ちょっと邪魔しないでよ。患者がいるんですよ。ねえ。患者がいるんですよ。医者は何のためにあるっつってさ。こうやってやればいいのかな。多分これ下ろしちゃったな。はいはい。はい、早速。毒結晶あるよ。水なんか、その、ここぐらい張ってけって、ここ。開けといてやるから、お前さ。飲めるから、ほら、めっちゃか、ほら、可愛い子が寝てるじゃん、お前。ここに行けよ、自分で。はい、毒結晶。はい、これあげますよ。はい。どうぞ。あ、君はでも簡単だね。はいはいはい。ケン君、水。これ水どうすればいいの？なんか、バケツみたいなのあれば、救えんのかな？作れるかな、バケツ。なんか、バケツ作れなかったっけってか、なんか。バケツなかった。ないか。紐となんか、あ、たらい。ん？たらいじゃないか。たらいなのかな？たらいじゃないの？ちょうで、おじいちゃん、教えて、おじいちゃん、そんな、いいから、君は、その戦いに、ちょ、話しかけ出して、はい。恐れてこい、おじいちゃんだったら何？これ結構今、相当恐れてることだけど、これ目の前で、患者の真横にこの化け物が来てさ、はい。はいはい、あ、ヘルコンドル、見ました。これ見えなかったとも思ってんのか、あのヘルコンドルが、はい。知られた脳。はい。知られた脳って。知られた脳の方だな、これ。まあ、者たちに知られた脳って、なんか、可愛らしい。サンリオのキャラクターみたいなこと言うのかと思った。はい。今後は用心するのならわかりました。しかし、噂に聞くための扉が広い。ああ、はいはいはい。これで新たな知恵を向き、わかりました。そうです、さすがお手紙、はい。これは、はい。深刻な病の一つ。麻痺の病。へえ、麻痺もあるの。麻痺の森。お前、俺、麻痺にならない、それ言ったら、俺。そんな七へ俺を送り込もうと。はい。わかりました。麻痺の森を探し、麻痺の感染源。どうせまたモンスターなんだろうなぁ。毒もそうだけど、切り替え早いな、お前な。なんか、たらいじゃないのこれ。どうやってやるんだろう。まあ、いいよ、ちょっと、まあ、とりあえず、バケツを作るみたいなになったら、バケツ作りましょう。じゃあ、行きますか。旅の扉ね。旅の扉、じゃあ、ちょっとね、嫌がらせにこの、カップルがな、もうイチャコラしてっからよ。ここにもうこうやって、うわ、今日もどっかデートしに行こうか、ガチャッススーってね。お前らのデート先は麻痺の森だ。うん、まったく。夜中ですけど行きますよ。さあ、うわ、早っもうちょっとさ、言い過ぎなんだけど、ねえ、キャパが持たない。あと少しで、ちょっと食ってみ。ゴース食っていいぞ、こいつ。なあ、ちょっともうベッドないからさ、うち。一人ぐらい食ってもバレねえからさ。いなかったことにするから、何？はい。君は誰？俺はイルマ。でもこの子たちね、自分の名前をね、すぐね、やっぱ名乗れるっていうのはね、すごいいいことだね。この彼らは。はい。光に届け、もう少しで、わかりました。はい、はい、わかりました。行ってきますよ。はい。せっかく俺新しいとこで、おお、ここは何があるんだってやろうとしたのにさ、目の前にいるんだもん、お前、玄関にさ、はい。ちょっと待って、でもベッドないな。ベッド作るから、ちょっと、ベッド作るから、ちょっと覆いかぶさってて、今は。これ覆いかぶさってて、ここに。ごめんな、なんか、ちょっと気持ち悪い絵柄になってるけど。ね。
こういうの喜ぶ人もいるからでもね、最近は。はい、どうやって作るんだっけ？ベッド。木のベッド。太い枝、3本。ちょっと取ってきます。太い枝。太い枝結構ね、ないんだよね。あ、てか、新しいとこにあるかな。探してくるわ。よし、とりあえずじゃあベッド置いて、あいつを寝かしてやるか。で、ベッドかなり増えたんだよ。2個になったよ、ほら。2個増えたよ。こうやって開けとこうか、入ってまいったな。よし。はい、できましたよ。おお、なんか大きな病室になった。大きかったよ。なんて素敵な。でしょ？ちょっと待って、担ぐ。はい。寝かす。あー、担ぐ。寝かす。はい。苦きのこ焼き、あるよあるよ。はい。俺の作ったやつ。冷め切ってるけど、これ。これ持って、俺3日間ぐらい走り回ってから、冷め切ってるけど、どうぞ。あー、間違えた。どうぞ。ありがと。何それ。何その言い方。一晩寝てみるよ。何そのなんか。うわ、なんだよもう。何どうしたの、まだ動けないの、かゆい。かゆかゆかゆ。バイオハザードじゃないのそれ。T ウイルスはちょっとどうしようもないぞ、俺さすがに。頭打ち抜くことしかできないぞ。あの野郎騙したな。なんであの野郎って。何どうしたの、ちょっとエルちゃん教えてよ。何があったのね。はい、溢れてますね。はい。ふうじくん。あー、麻痺の森。わかりました。はい。2名え、これプラス1ってこと、じゃあこれプラス2名、いや全然ベッドないよもう。はい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 、わかりましたよ。もうめっちゃベッド必要じゃん。まあまあ太い枝まあまあね、持ってこう。落としたな。フジオ、なんすか、空気読まずに不謹慎なこと言ってるけど、なんすか、何お前、まさかブラックジョークを言うつもりじゃないだろうな。ああ、俺も怒るときは怒るぞ。俺だって言ってみろお前は。まあまあまあ、じゃあ、うん、いや、それ言われないところには何も。まあまあ、じゃあ怒りが怒らないよ。怒らないで言ってやろう、ほら。なあ、なんだ、うん。さあ、うん、言ってみ、うん。うん。ああ。なあ、お前、思ったより仲良くなりそうだな。なんだよ、もう。いや、それはそうだよ、ちょ、聞いてるぞ、ほら。この目を見てくれ、お前、この女の子の目を。お前のそのくだらない叫びのさ、聞いた女の子の目を見ろ、お前は。はい。リリパッドの里、何リリパッドのって。へぇ、釣り名人。釣りができる。あー、はいはいはい。あ、釣りちょっと面白そうだね。はい。君も同じこと言うの、同じこと言うの。キャッキャフーしたいのよーって。どうしてさせてくれないのよーって。俺としようぜ。はい。いや、もうほんと君はあれだな。なんかすごく素直だな。君はピリン枠だな、今回の。はい、そういうのは聞いたよ。あんたってはものを作る。はい、ビリですね。ビリと、はい、はい、はい、そうですよ。はい。いや、なんかすごくいいね。君をね、パートナーに一緒に行こうか、俺と一緒に行く、あ、いいよ、君の、そうじゃない。あいつはね、俺の時なんかあんま乗り気じゃなかったのにみたいな顔してるけど、そりゃそうだよ。それは格差つけますよ、俺だって。ねえ、はい。この辺りはどこを見ても毒のばっか。はい。美味しい水がいると思うんで、そうですね。美味しい水の上に水飲み場。え、あるよ。それじゃないの。そこにあったけど。壺が2つ。10マス分の水場に壺が2つ。あとはクッション椅子をたらい。そんで持って、収納箱と明かりが1つついて。結構お前難しいこと言ってない？結構難しいこと言ってない？まあまあまあ、作るけど。わかりました。まあ、とりあえずね、麻痺の森に行ってみましょう。はい。まだもうちょい時間あるからね。多分途中で終わっちゃうかもしれない。よし、お待たせしました。はい。じゃあ、これ持ってくか、一応。もう、一回も使ってないからな、この導きの玉。やっぱね、そんな、俺迷わないんで、俺別に道に。道に迷ったことあんまないんですよ。どうしよう。あ、結構あるな。結構あった。これ、ヤシの木なんだよ、もしかして。ほい。ヤシ元気。へぇ、ヤシ原木。ヤシの苗。あ、いいね。はい。あ、石も欲しいな。石も持ってこう。なんかこの白い石はなんか違うもんなのかな。石つき台ね。お、なんだ、砂利石。はい。石つぶて。あ！これか！エルタソが使ってんのこれだ。よし、俺作ろう、これ。いい、やっぱね、遠距離攻撃ってやっぱね、すごくいいと思うんですよ。でもなんか、まあ、とりあえず、前に進んでいこうか。いちいち戻したらあれだな。あ、白い花は、そういうわけじゃないかな。まあでも、一応持っとくか。なんか、普通だね。雨降ってるってだけ。雨嫌だけどな。そう、俺、雨嫌なんだよ。ほんとに、俺、パンツと靴下全部濡れちゃったよ、俺。明日、ノーパン、ノー靴下で、これ、過ごさなきゃいけないよ。
うわあ、おお、え、なに、おお、おお、あはは、あはは、やだ、なにこれ、あ、取れない、あれ取れない、え、これが麻痺の元凶、おお、リカントだ、リカント、リカントさん、こんにちは、リカントさん、おお、いいね、このいいな、なんかもう常にこの戦闘の構えを取って歩く、どっから襲われてもすぐ対応できるような、毛皮がね、毛皮マークはあなたか、なんか前の大傷よりもなんか純粋な感じするね、よっ、おい、おせなの動き、ふっ、見ろこの俊敏な動き、あいたいたいた、あー、なになに、怖い怖い、なに、なあ、あー、なんでもない、おたけびを上げて、おたけびを上げて自分の士気を高めただけだった。待って待って待って、もういっぱいなのか、もの、マジかよ、早いな、よし、なんすかこれ、なに、読む、うひゃー、なに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 、こわー、なにここ、あー、まあ出してるかね、とりあえずな、出さないと話進まなそうだし、よし、横からこう、粋なね、計らいよ、やっぱこう横から行く、よっ、ほい、なんだ、なにこれ、うわあ、今お前地獄の中に、層みたいな、層の試練みたいになってんだお前。ここから、Let's play game! っつって、ここから出られたら命を助けてやるって。なんでってこんなとこに、俺もそう思う。はい。オイラは雑魚。かわいそうな名前。親が多分意味知らないで作ってたんだな。この親やばいって。うん、俺も知ってる。ビリビリしてる。よし、待て。なにこれ、この先抜け道あり、自らの手で。ないじゃん、本当なのこれ、ちょっと道作っとかないとな、さすがに先に進めないってなるとな、全然ないじゃん。な、あ、なんか、あ、でもいいことだってよっ、はい、全然ないですね、まあちょ、とりあえずね、ちょ、時間があんまりないんで、あー、じゃあまあとりあえずこいつをじゃあ連れてくとこから次回やりますか。このザッコくん、ザッコくんをね、ザッコくん連れてきたいな、もう、はい、あー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 、でも負けない、この負けないぞ、お前のために入ってるね、次回はちょっと、ま、一番やべえところに置いとこう、ビシビシつって、ビシビシビシッつって一番やべえところに置いといて、はい、というわけで次回はじゃあこれね、ザッコくんをへこんでる、もうしびれまくって、はい、ザッコくんをね、街に連れていくところをやっていこうと思います。ではね、次回の動画でまたお会いしましょう、さよなら。